ケンピは転生するのか。え、転生したら私イケメンがいいな。でもこの配信つける前にツイッチのなんか綺麗なお姉さんの配信見てたの。うん、やっぱり私女が好きだなって。綺麗なお姉さんいいよね。いや、そ、みんななら分かってくれると思うんだけど、綺麗なお姉さんがいい。誰だっけかな、名前読めなかった、英語だったから。なんだっけかな、多分プロゲーマーの今コメ欄にいる人たち数人そこでコメントに見かけたから多分分かると思う。うん。ええもんしかいねえやと思って見てたから、多分お前らが好きな女だから趣味合うねと思ってケンピはじっと見てた。誰だろう、ユノシーさん、それユノシーさん。その人見てた、なんか上に上り詰めてたよ。ケンピ配信する前よく綺麗な女 見るようにしてる、気分を上げるの。いや、自分の配信見返せ。私ね、自分の配信見返さないんだよね、相当のことがない限り。どういうテンションで見ればいいか分かんないから。見ないようにしてる。ポンちゃんが暴れちゃう。一時期さ、私打足さんって人にハマってたんだけど、なんか一周回ってやっぱり女性がいいなってなって、今女性ばっか見てると。